シャーペンニュース137、シャーペンです。モンストニュースの翌日に今週のいろんな情報をできるだけ丁寧にまとめていく動画でございます。フラパー明け一発目のモンストニュースということで、まあそこまで大きい情報なかったですけども、まあニュース以外の情報も絡めて話していこうと思います。ご覧ください。まずアレキサンドライト重心化、まあ結構この人気度合いとか性能も強くなりそうな気がプンプンしたんで、まあ、フラパの枠でもおかしくなかったんですけども、まあ一発目フラパし終わった後のこのタイミングってのは意外でしたね。で、僕はこのイラストパッて見た時にすごい空風林っぽいなと思ったんですけど、まあどっちかと言ったらアグナムートでしたね。まあこっちの方がより似てた。アグナムートアルファ、セノコジラ。ベースとしては進化で新たに主要の重力対応をもらいまして、初実装の状態上底力 M は、まあハレルヤが普通のやつを持ってるんですけども、まあ状態上食らってる時の攻撃力が2倍になってますね。まあ殴りだけですけども。で、これにダッシュ M なんで、まあ時間殴り能力を大幅に強化していると。で、短縮できる SS なんですけども、なんと弱点強化の効果が消滅したと。まあこれ結構悲しいというかね、なんでと思うんですけど、その代わりにこの倍率が、まあ、アヌビスみたいな、多分速度倍率高いんですよね。めちゃくちゃ動き回れるっていうもので、まあ、とにかく動き回って火力を出すっていうものになりましたね。で、友情コンボは順当強化、まあ、火力と油圧を共にこなすってもので、まあ、一旦重力対応もらったんで、セレナで鉄製なんですけども、まあ、結構言われてたのはね、減速株対応もらって、28鉄製が良かったってのはありましたけど、まあ、まだね、重心化キャラクターで28鉄製は出さないと思いますね。僕、釣り出すのは、新エビか新限定だと思ってますわ。あとは結構、ステータスの高さってのも注目したいですね。どうなっているんでしょうか。重心化おめでとうございます。続いてチンチンの極アップデートと、まあなんとコラボ期間中に発表されまして、来週からいつも通り期間は一緒なんですけども、まあ、本開催より1の極から5の極は2つのクエストから挑戦クエストを選択できるようにということで、詳細はこちら。まあ、こんな感じで画像はありますけども、まあ、今あるのはこの左側のやつなんですよね。ただ今回の開催から、まあ、右側のやつにスライドができて、1の極から5の極は2種類のクエストから選択できるようになってると。で、しかもこれはギミックとかボスが全く違うんで、まあ、例えばですけども、1の極っていうとダメージが大きいんで、毒我慢とか状態上回復が必要っていうクエストなんですけども、もうおそらく追加されるクエストはこれも必要なくて、鉄製ってのは全く違うと思うんで、自分のクリアしやすい方を選択して進んでいけるってことですから、単純に間口が広がったんではないかなと思いますね。1極の鉄製がいない人も、もしかしたら追加されるクエストの方の鉄製持ってるかもしれないですし、まあ、追加されるクエストの方がクエストコンセプトが楽っていうこともあったりするかもしれないんで、これはちょっとどんな感じか確認したいですね。で、あと気になる点としては追加も今後予定されてるんで、まあ、追加のペースとか、あと EX が出てくる15の極とかは、その EX の方もクエスト内容変わるのかっていう、まあ、多分変わると思うんですけども、ギミックとかも違うんで、この辺ちょっとまた近畿の新しい要素を体験していきましょう。そして不具合情報をまとめということで、今週はアップデートとかコラボの影響でかなり不具合多発してまして、昨日放送したんですけども、これ何起こってるんですかっていうコメントがちらほらあったんで、ここで一旦まとめておきます。こういうことが起こってますよっていう。まずエラー番号 E819 の表示、まあこれアップデートの前後で発生しまして、これ僕も起こったんですけども、まあ、結構この見覚えのないエラーだったんで怖かったですね。これはモンストのアップデートをしたら改善しました。機械の冒険船の称号、まあ、この自分のフェラーの名前の部分ですね、まあ、これが消えてノ船長ってなっていたっていう、まあこれは噂として下ネタ系が規制入ったんじゃないかってのもありましたけども、まあこれも直ってますね。一部キャラクターの SS ボイスが消滅、まあこれ新天使組が該当していてボイスが出なかったと。で、これもちょっとゴエモン実装時みたいなボイスが盗まれてなんかフラグに繋がるんじゃないかって噂あったけども、まあこれも直りましたね。で、ここまでがアップデートで、ここからコラボについてですね。コラボ開始直後ということで、めちゃくちゃ重たかったと。もうガチャも引きづらい、クエストも引きづらいって感じで、まあ昔の新春ガチャとかコラボを思い出す重さでしたね。まあ最近だとまあゲリラの日が一番近かったですけども。いやまあ不具合なんですけども、純粋に考えると、まあそれほど注目度が高くて人がごった返してたってことで、嬉しいことではあるけど、まあ重いのはちょっとって感じでしたね。スタミナ、まあ多分これもサーバーの関係というか同じぐらいのタイミングで、一部ユーザーのこのスタミナがカンスト状態になってまして、9999のプラス。で、しかもこれ使っても消費されないっていう無限でしたね。ちなみにこれ今日のお知らせとして、まあ、対象者のスタミナが削減された代わりに、オーブ1個の補填が入りましたね。特にこのスタミナを使ってしまったことによる、ペナルティとかはなさそう。昔ありましたよね、ボーナスステージがどうこうって話で。で、最後が、はぐれメタルの経験値量。まあ、これもコラボ開始時のサーバーの影響を受けた可能性が高いですけども、はぐれメタルを倒しても経験値量が大幅に減少していたと。数千とかでしたね。まあ、という感じで今週は不具合が多く発生していたんですけども、まあ、現在ほとんど改善入ってますね。結構、早めに入ってたんで、良かったですし、すぐお詫びも配布されたんで、まあ、とにかく、お疲れ様でした。で、はぐれメタルがやばい。告知は入ってましたけども、コラボクエストにてたまに出現するはぐれメタルを倒すと、まあ、経験値がいっぱいもらえるよってのは、
あったはあったんですけども、ただその量が一体あたり約6万ほどで、しかもこれに学びのスポットとか身とかを絡めると上昇しますし、しかも出現率もそこまで低くない。でコラボキャラクター編成するとさらに上昇して、なんか5週に1回ぐらい僕出てますね。出てる人はもっと出てそうですし、まあなのでガチャゲン特にポップとか編成して周回の効率を求めるもよし、まあスライム編成してメダルを集めながら周回するもよしって感じで。あ、ちなみに守護獣は出ないんでご注意ください。あの究極のクエスト4つと極みクエスト2つですね。確率も絡んでますけども、野間系周回よりも経験値の獲得量がいいっていう可能性もありますし、でしかもそこに副産物運極作成とかモンスターソウルも集められてアイテムをもらえるんで、まあ、普段ランク上げをしないっていう方もやってみる価値はありますね。ランクを上げつつアイテムを回収するって感じで、今回のドラクエコラボは割とこれが目玉かもしれません。次回のモンスターの日は7月20日、ラック引き換えが、トラベルベル3個、特玉1個、根気1万、ラキモン3種類所持で、レベルの書2枚。降臨するのはこちらでございます。で、ドラクエコラボ重なってるんで、ここで進めるのもいいんではないでしょうか。来週のラッキーモンスター、ラウラウ、クラーケン、聴覚、エレボス、ザグマス、ヘンドラット。はい、といった感じでした。で、まあ、ドラクエコラボ追加情報、おそらく来週ですね。ニュースが、祝日関連していて、水曜日なんですけども、まあ、ここで発表されて、次の日から、新しくミッションが始まるという流れだと思います。今週は一旦、ある程度ドラクエコラボを進めておきましょう。よかったらコメントで神谷さんの気になった情報とかありましたら、どんどん書いていただけると嬉しいです。あと、ついでチャンネル登録をしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。高評価もぜひ。では、ご視聴ありがとうございました。うらさようなら。